武士は普段から 武道の鍛錬はいたしますが、なかなか生中のことでは戦場の華々しい死なんてものはなくなってしまった。その中で、汚職もあれば斜陽族もあり、今で言えばこのアイビー族みたいのも侍の間に出てきた時代でした。その中で白蓮の著者はいつでもその武士というものは一致か八致かの選択の時には死ぬ方を先に選ばなきゃいけないということを口を酸っぱくして説きましたけれども、著者自身は長生きして畳の上で死ぬのであります。でそういうふうに武士でもあっても結局死ぬチャンスがつかめないで、死ということを心の中に描きながら生きていった。そういうことで、仕事をやっていますときに、なんか生の倦怠といいますか、ただ人間が自分のために生きようということだけには卑しいものを感じてくるのは当然だと思うのであります。それで、人間の生命というものは不思議なもんで、自分のためだけに生きて自分のためだけに死ぬというほど人間は強くないんです。というのは人間は何か理想なり、何かのためということを考えているんで、生きるのも自分のためだけに生きることにはすぐ飽きてしまう。すると死ぬのも何かのためということが必ず出てくる。それが昔言われた大義というものです。そして大義のために死ぬということが人間の最も華々しい、あるいは英雄的な、あるいは立派な死に方だというふうに考えられている。しかし今は大義がない。これは民主主義の政治形態というものは単位なんてものいらない政治形態ですから当然なんですが、それでも心の中に自分を超える価値が認められなければ、生きていることすら無意味、ことすら無意味になるというような心理状態がないわけではない。昭和45年11月25日、三島由紀夫は盾の会会員4名と東京市ヶ谷の自衛隊駐屯地を訪問。突如総監を監禁すると800人の隊員たちを前に演説を始めました。それでもこれ、全然立てていないわ。